皆さんこんにちは、タコモイです。今回はハイサイ探偵団のタケジーさんとヒッチャさんに来ていただきました。どうも、ハイサイ探偵団のヒッチャです。タケジーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昔からね、憧れのバンナムさんのチャンネルで本当に嬉しいですね。そう、今回は僕とヒッチャさんがまず最初に一本勝負します。はい、で、その後になんとタケシーさんめちゃくちゃ鉄拳強いって聞いてるんですよ。そうなんですよ、もう沖縄大会総なめしてるんですよ。本当に沖縄敵いないんですよ。だからわざわざ東京まで来ました。あ、お前ですか。はい、そういうことなんで、ちょっといろいろテクニックとかを教えてもらって、はいはい、再度もう一回ヒッチャさんと勝負しようかなと思います。はい、ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、僕はこれ吉光っていうこれ忍者ですね。おお、箱みたいな、なんか美味しそうですね。なんかイカなのか何か。あ、タコでこうかな。赤いか、うん、赤タコ、ゆでタコね。ゆでタコ、ゆでタコバージョンで。はい、はい、ちょっとね、それ僕はそんな上手くないんですよ。あ、本当ですか。付き添いで行く感じ。そうですね、まあ、ちょっとちょろっとね、ゲーセンに一緒に行って、はい、まあ、4、5分見て、はい、10分後携帯いじっても入れたい。ステージはとりあえずランダムでも大丈夫ですか。はい、ランダムでいいですよ。わかりました。じゃあ、はい、ステージランダムでいきます。じゃあまずは壁なしですね、多分。いいですね。壁あるんすよね、実は。あ、え、あるんすか。はい、知った壁が出ました。鍵でなく平いですけど、一応壁があるんすよね、実は。ほんまですか。はい、僕はもう結構鉄拳マスターちょっと目指さないといけないんで、どうしても、はい、あ、そうですか。もう練習しないとまずいんですよ。はい。少し動画見てる感じではそんな感じ。本当に全然成長してないんじゃないかな。そうなんですよ。おるじゃないですか。これで負けたらはずですよ。確かに成長してないですよ、本当に。お願いします。大丈夫ですか、本当に。おー、うめえうめえ。いい連打、いい連打。よしよしよし、いい連打だ。あーっと、あらやばいやばい。おー、いいっすよ。あー、まず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 。こうだっけ。まず、空中コンボ、空中コンボ。よしよしよし。おー、いいよいいよ、いいけど。まずよし、あー、くっそ。マジかマジか。いや、まずまずまず、やばいやばいやばいですね、これ。敵剣を目指さないといけないですよ。まず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 、やばい、わからん、腰。あー、終わりだ。やっちゃった。あぶねー。やばい、これ負けるぞ、負けるぞ。あぶねーぞ。いや、まず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 、それっぽい動きになりましたね、一瞬ね。やばい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 。まずまずまず、コンボしてますよ、これ。まず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 、身を見まねでここまで。初心者って下段が弱いんすよ。やばいやばい、攻めないで。ずっと俺が出てる。切り替えされましたね。あー、まずまずまず、レイジャー、レイジドライブ、レイジャー。あー、やらしいですね、攻め方がね。初心者はフレームが知りませんからね。まずまず、フレーム、フレーム、フレームというのがですね、発生フレームっていうのはあります。なるほど。ガウフランスを。はい、まずまず、やばいやばい、あー、いいですね。いや、まずまず、うまいですね。え、なんかこれ、うっ、おお、あ、うわ、下段。今なんか中段っぽくなかったですか。練習したのかな、もしかして。え、いややばいやばい、よし、コンボコンボコンボ、やばい、あー、まずまずまず、まずまずでしょうか。まずまず、あー、あ、強いですね、結構ね。勝っちゃった。勝っちゃった。マジか。限りなく初心者に近いですよね。一回目はヒッチャーさんの勝利でございます。ありがとうございます。ボロボロにやられてしまいましたけれども、たけしさん、ちょっと教えてもらってもいいですか。はい、そうですね、とりあえずね、この鉄拳というのはね、はい、三すくみっていうのがありまして。三すくみ、はい、なるほど。置き技、スカガク、攻めっていうのがありまして、はい、で、スカガクが相手が目の前で技を使った時に硬直があるんですけど、技の硬直が隙みたいなのが生まれるわけですね。その隙に攻撃をぶち込むのがスカガクです。はい、攻めが、まあ、単純に近づいて中段と下段の2択、しゃがんでたら中段が当たりますし、はい、まあ、立ってたら下段が当たります。はい、なるほど。これ2択ですね。はい、置き技は攻めに勝つんですよ。攻めてくるだろうっていう相手の前に技を置くんですよ。なんとなくわかりますよ。あの、離れてでも来るっていう時に先にもう攻撃を出していくみたいな。そう、そしたらちょうど相手の攻めと重なって相手は攻撃を当たる。あ、なるほど。要はじゃんけんみたいなもんが、うん、こう高速で行われてる状態なんですよ、うまい人たちは。はい、はあ、そのじゃんけんで負け続けるとダメージが減って死ぬっていうことですね。あー、なるほど、はい、めちゃくちゃ面白いですね。はい、スカシ確定技、略してスカ確。はい、まずこれをじゃあちょっと教えてもらってもいいですか。あ、はい、じゃあ分かりました。鉄拳って奥深いですね。そうですね、なんか感覚が上手い人はね、なんかこれ超能力者じゃないかなっていう感じで当ててくるんで。あー、読み能力みたいなのが。はい、そうです。あとフレームが見えるフレームってなんだっけ、マックス
マックス13フレームまで一応見える。え13って言ったらもうジャブぐらい。やばいっすね。そうっすね。ジャブダウン13フレーム。人間の限界ですね。人間の限界を極めし者がもうまさにチャンピオンになるんですね。あ、そうですね。鉄拳どれくらいやってるんですか。あ、10年ぐらいはやってますね。10年ぐらい。もうベテランですね。はい、昔から。やばいですね、もう体に染み付いちゃいますね。そうですね、もう鉄拳3からやってますからね。いつの間か7になってますから。そうです、10年の時を経て、はい、なんか技出してみてください。おぉ発生の速くてリーチの長いわ。あ、これでもう絶対勝つ。うわ、ほんとだほんとだ。今僕、何もしないでガードできる状態になったはずなんですけど、はい、これで、相手が技を使った時に必ず当たるんですよ、この技が。あー、まあ、その距離みたいなのがあるんですね。そうですね。比較的長くて速い技、それがスカカ君に見えてる技です。あー、なるほど。で、このスカカクを狙ってる時って待つ状態なんですよ、はい、様子見してる時は近づいて攻撃すると勝つんですよ、はい、こういう今この状態ですか。そうです、待ちなんで この2択が成立するんですよ。あ、なるほど、はい、それに対して俺がこういったあの攻めに対してこう、はい、置き技こういった置き技を、はい、あ技が当たってしまうみたいな。なるほど、ガン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 攻めていてるのになんか攻撃を食らってしまうみたいな。ああ、ほんとだ。攻めてくるなと思ったらもうこのワンツーとかね、発生の早いで、返り討ちにする感じなんですね。そうですね。あ、相手くらいやばいと思ったらこうやって技を出す。へぇ、攻めは大きいに弱いっすね。ああ、なるほど、ちょっといいこともありましたね、はい、ちょっと僕もちょっと自制していいですか、はい、その様子見みたいな。様子見に対して、じゃあこれ俺すかすんで技を、はい、技をすかすんで、あ、もうちょっと後ろ、あー、こっちもスピード速い、あのスピード速い技じゃないと当たらないです、ね、そうですね、スピードが速くて、スピード速い、まあ、斜め上 RK、 斜め上 RK、 これライトって言うんですか、丸丸これ浮かし技で空中コンボの指導技なんで、はい、これがいいですね、はい、これ2回押すとアンパンってなる。あー、なるほど、これですか。そうそうそう、あー、なるほど。とりあえず空中コンボを叩き込めるような技を当てるのが理想です。スカカクに対してダメージが取れるんで、はい、じゃあスカします、はい、今ガードしちゃった。今は確反ですね、今のは確反、確定反撃、確定反撃ガードしたらもう必ず当たる。そうですね、隙がでかいんですよ、これガードした時点でリスクがある。あー、これでもう、あ、そうそうつながる。あ、なるほど、技によってあるんですよ、いろいろ。確反覚えた方がいいかもしれない。確反を覚えた方がいいですかね。確反ガードして、あとはコンボ入れるだけ。なるほど。でもキャラ別なんで、これ覚えることが多いんですよ。キャラ対策って言って、各キャラでもう技、どれぐらいのなんか技が入るかとか、このキャラクターのフェンは、今の技は何フレーム猶予があるか。そう、ね、覚えなくなっちゃう。皆さん聞きましたか。覚えなくなっちゃう。何フレーム、はい、今のは今のはこれ、企画なんで、これ16フレーム16フレーム以下の攻撃を出せば当たる、当たるんですよ、はい、マイナス僕は16フレームの、あ、以下の技を出さない、確実に当たるんです。はい、16フレームのこれとかですか。これ入れます。おー、これが10なんで、だから寝る前はちゃんとフレームチェックとかしてます。そうコマンドのフレームチェックしながら、寝る前に暗記して寝るんですよ。はい、だから強くないって言ったら必要最低限自分のキャラのフレームを覚えるのが一番近道かもしれないですね。はい、あ、なるほど、はい、フレームを覚えてたらこの技にこれが入るぞっていうのが分かるんで、フレームを覚えるべしってことですね。そうですね、なるほど、はい、強くなりてんだったらフレームを覚えた方がいいですね。分かりました、はい、寝る前に暗記しようと思います。あとはもうとりあえず中段と下段の2択が、はい、中段と下段、下段の2択が基本なんで、はい、だからとりあえず強い下段と強い中段は覚えておいた方がいいですね。カタリーナで言ったら前々 RK かな。あ、前々下段のなんか何だったでしょ、下段の確かこれとかでしたっけ。これも中段、あ、これ中段ですね、これ下段、これですか。そうです、これで2択を迫るということですね。あ、そうですもんね、だってこの状態だと上か、あ、上っていうか真ん中か、はい、これ分かんないですもんね、この、あ、やべ、しゃがんだ場合だと、さっきのが、そうです、あの下段、あ、下段来るなと思ってしゃがんでたら、あれが、あー、なるほど、あー、もうちょっと揺さぶる感じなんですね。揺さぶる感じですね。
そうだね、ずっと中段打ってても、あいつしゃがまなかったら絶対当たらんねん。もうこの下段打ったりとかね、こうやってしゃがむなと思ったら次は中段打ったりとか、こういう揺さぶりが大切ですか。あ、なんか僕、上手いプレイヤー見てて思ったんですけど、なんかこう、なんかすごいなんかカクカクしません？あれね、それはあれですか、山捨てっつって、なんかこう、バック捨て、あの、なんかキャンセルできるんですよ、これバックダッシュを。そうなんですか。しゃがみでバックダッシュ、バックダッシュをしゃがむ。あ、これですか。こんな感じで、もう素早くバックダッシュすることによって、はい、相手の技を透かすことができるんです。相手が技を透かして、はい、その時にまたあの透か確定、ね、なるほど、透かし確定反撃を打つという、これができるとだいぶ段位が上がってますね、結構。そうなんですね、はい、これがきっちりできるようになると勝てるようになります。なるほど、はい、難しい、はい、まあでも2択を迫るっていうのはすごく重要ですよね。あ、そうですね、本当にこの2択が重要なんで。なるほどなるほど。とりあえずこの2択が、はい、読み続けることができれば勝てるんで、初心者でも。なるほど、分かりました。とりあえず中段と下段の2択は覚えた方がいいですね。分かりました、ありがとうございます、はい、教えてもらったので再度ひっちゃんさんにじゃ勝負してもらってもいいですか。いや、今の教えられたら勝てる気しない。いやでも知ってたじゃないですか。いや難しい、これ負けてね、もう、はい、悔しいっていう気持ちが大切ですね。なるほど、はい、ちょっと向上心みたいなのが、向上心というかもう相手を倒すというね気持ちが大切です。それがまたモチベーションにつながってくるんだよ。憎しみゲーって言われてますから。憎しみゲー結構憎しみ。そうなんですね、うん、死体蹴るとかありますからね。そうですね。なんですか、死体蹴り。結構争いが生まれるような、ね、ライフポイントがゼロなのにさらに攻撃。そうですね、これでちょっと煽り入れてくる人もいる。なるほど、結構熱くなるゲームですよね。なるほど、うん、ちょっと僕のほほんとしてるんで、はい、でもちょっとそういうなんか闘争心みたいなのは、あ、そうですね、必要ですね、ですね、ちょっとギラギラさせた方がいいかもしれない。じゃあもう一回リベンジマッチ行こうと思います。そうですね、よっしゃ。負けん気が大切ですね、やっぱりゲームもね、何事も、はい、宇宙忍者ですね、シリーズごとにキャラ変わりますよね、姿が。結構あれですね、勝てるかな。とりあえず最初様子見がこう、そうです。おお、透かし技、透かし技が必要だ。ああ、おお、おっと下段、ああ、今もったいない、危ないですね。よし、おお、ああ、よかったぞ。おー、危ねー、これフレーム流行るでこう。おお、またステージが、フレームフレームを考えた方がいいですね、これ。フレームが悪かったですね、今のは。なるほど。おー、あー、くそフレームで、うわ、まずいまずいまずい、めっちゃフレームで攻めてる、まずいまずい、よし、やばい、ガードされた。あー、違う、くそ、もったいねおお、なんとなくコンボができてる。あー、ちょっと熱波、熱波、いいっすね。これは鉄拳の読み合いの一つです。やばい、くそ、熱波っていうのがあるんですね、うん、なるほど、熱波なしで、はい、あの、相手の、よっしゃ、やばい、いけ、あーあー、くそ、まさかガードされるとは思わなかったですね。7日間ですね、はい、くそー、ほんと僕ルーキーですかね、これ、ちょっと勝てないと、頑張んないと、うん、やり込み、おお、これも強いよね。下段ばっかだ。下段よしよし、あー、さあどうなる、あー、おっと、空中コンボが、やばい、おー、おー、どうなる、この試合、いい勝負だ、いい勝負だぞ、やったー、上手だな、今の最後決め、今のはちょっと負けたな、これ。やったー、レイジアーツは一発食らってもね、そのままやっていくんだよね。逆転4回ますからね。うわー、やったー、勝ったー。じゃあ今回は乾杯です。やった、ありがとうございます。いや、もうさっきと全然違います。はい、ちょっとね、もう成長が見られてますよ、本当に。市販台って言ってもいいじゃないですか。はい、ということで、今回はちょっといろいろたけしさんに教えてもらって、少しはちょっと上達したんじゃないんでしょうか、はい、よかったら、鉄拳皆さんもやってみてください。はい、今日もバンダム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
またねー。ありがとうございました。